全部大文字レイチャンネル。つむくんとぶーちゃんのごゆるりトーク、イエーイ。あれ皆様明けましておめでとうございます。2022年が始まり、あ、間違えた、2023年が始まりましたね。もうずっと YouTube やってなくてごめんなさいね。失礼いたしました。本当にレイコの方がね本名本名レイコがね、レイコが失礼いたしましたね。ちょっとね、ごたごた家族でしてるんですけど、ごたごたありましたね。でもね、なんとか少し持ち直しているので、家族で支え合いながら2023年も明るくね、なるべく楽しく生きていきたいなと思ってます。なので、今回も実家から中継しておりますと言ってもこれは録画ですと言っても録画ですねえ、というのは、うん、あのおばの、うん、明るいとても良いところです。あ、ありがとうございます。そう、明るくなってる私。ぶーちゃんはいつも明るいでしょ。うん、ありがとう。そういうつむくんも素敵よ。つむくんは2023年におばあちゃんになんて言われたの？つむくんはありがとうが家で偉いねとか、うん、そういうありがとうが家で偉いねとか優しいねとか言われたよ、ぶーちゃん。ほんとね、いっぱいおばあちゃんに褒めてもらえたもんね。よく気が利くねとか、あの空気読めるねとかね。うん、つむくんはすごいんだよね。本当につむくんの言葉を聞いてると私たち本当に癒されるので、つむくんといつも一緒にいたいなーいてごめんごめんごめんすいませんと思ってます。年末はね、もうなんかずっと実家にいたので大掃除してました。窓拭きがね結構大変だったんだけど、つむくん見て窓。はい、さすが綺麗好きのぶーちゃん。イエイ、こだわっちゃうからね、なんかやるときはやるぞっていう感じよね。うん、なんかやっぱ気持ちいい。外がね本当になんか一枚今まで雲がかかってたんだな。丁寧で綺麗好きですから、おばはそこは太鼓判をしますよ。太鼓判ありがとうございますまあね、お料理ができない分ね、そういうところはね、食器洗ったりするのは好きだよね、こういうの洗ったりねという感じなんですけど、ね、今日もねママの美味しいおせちというか、あの煮物とかね、お雑煮とか食べましたよ。ありがとうございます。みんなに支えられて、皆様のおかげでこの YouTube が続けられています。本当に感謝です。そうね、みんなこうやめないでいてくれてるから、ああ待っててくれてるんだなって本当に思ってるんですよね。だけどね、なかなかこう今はちょっと支える方向の方が大事なので、家族中心に暮らしているので、なかなかこう本当に自分の時間があったんだな今まではって思った。あれ編集すっごい大変なのよ。だからそれがもうちょっと今はね全くできなくなっちゃったので、これも取っ手出しそのまんま出すと思いますけれども、許してね皆さんね、皆様許してくださいね、ね。きっとね、あのチャンネル登録してくれてる方はね、みんな優しい方だからね、大丈夫、許してくれる。そう ね、きっとね、書き込みもねいっぱいくれると思うよ。皆様寛大寛容ですからね、うちの YouTube
ご覧の方はね。そうなの、寛大寛容で本当にありがたいです。甘え切っております。はい、途中で止まっちゃったのでつなげます。それぐらいの編集はできます。はい、すいません。皆様失礼、大変申し訳ありません、失礼いたしました。大丈夫、ブーちゃん、それつなげる編集は持ってるからね。あの腕はとてもよく、YouTube のこと勉強し始めてから没頭してよく頑張ってくれてますよ。はいね、2年ぐらい集中して頑張ったからちょっとこう糸が切れた感じは正直ありますね。それぐらいすっごい大変だったというか、編集に時間を割いていて、1週間の5日ぐらいはずっと家にこもってたみたいなのがあるのでね、ちょっと、やりすぎた感はあるので、ゆるゆるとやらせていただいてます。こんな感じでね。でもこの話せるつむくんがいてくれるからね、私はやれるんだな。つむくんがこれからも近くにいてくれる。当然当然、大切な家族だからね、ブーちゃんは。ありがとう、もう本当に頼もしいんですよ、この子。ね、つむくんと後でさ、これこういうのして遊ぼうここにボール入れてね、これでサイコロ振ってこう取っていって、ジャラジャラって言って落としちゃった人の負けなんだけど、あれ乗り気じゃない。遊んでよ遊んでよ。ああそうね、つむくんはこういう子供っぽい遊びよりもね、もっとなんかちょっと話し合おうよみたいなのが好きなんだよねそういうところちょっとおじさん化してるんですけど、そこがまた面白いんで、つむくんとたくさんお話、いつかなんかつむくんトーク皆さんを呼んでね、つむくんもゲストで呼んで、つむくんに質問しようコーナーとかも、やるのもいいですよね。直接会ってね、皆さんとね。どう、緊張する？それはえみんなをと直接会ってつむくんに質問しようコーナー。オフ会ということ？オフ会ね、そういうこと、そういうこと。オフ会、オフ会をつむくん ゲストでしてみたいもんだね。ほんとみんなと集まれる時がもっと抵抗なくね、そのコロナで、制約なく集まれるようになったらちょっとやってみたいですね。はい、はい、その時はゲストで来てね。はい鼻もそもそしない、これ映ってるからね。失礼だね大丈夫ね、大丈夫だと思うんだから。いいのよ、つむくんはこんな風にして本当にごゆるりと話してくれるからね。本当になんか喋り口調が癒されるんだよね。感情的な人よりは落ち着いた方の好きなのは変わらん、うん、そうだね。相手の方もあまり大きな声でわーっと喋る人じゃなくてね、優しい会話をしてくれると3倍つむくんは優しいお返事をしてくれますので、つむくんのに癒されたいという方、今から、待っててくださいね。もうちょっと世の中が落ち着いて、私の環境も落ち着いたらオフ会しましょうね。はい、はい、ということで、今回はこの辺りにしましょう。皆様2023年もどうぞレイチャンネル、そしてカベツムグ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はそれでは良い1年にお互いなりますように。じゃあね、さよなら。暗、最後明るく。さよなら。